サラ・アビトボルはフランス出身の女性フィギュアスケート選手。1998年長野オリンピックペアフランス代表。2000年世界選手権3位。パートナーはステファン・ベルナディス。なんとに生まれ6歳の頃にスケートを始めた。1992年よりステファン・ベルナディスとペアを結成し、1992から1993年シーズンの 世界ジュニア選手権にはペアと女子シングルで出場し、ペアでは11位、女子シングルでは21位となる。同シーズンにはシニアクラスの欧州選手権を呼び、世界選手権へも出場を果たした。翌1993から1994年シーズンからはフランス選手権で優勝したものの、国際大会では表彰台に上ることもなかった。 1995から1996年シーズンより ISU グランプリシリーズへの参戦を果たした。ISU グランプリシリーズでは表彰台に上ることはなかったが、スケートイスラエルで優勝。1996年欧州選手権で3位となり、頭角を表す。1998年長野オリンピックでは6位入賞を果たした。 長野オリンピック後の1998-1999年シーズンラリック杯で ISU グランプリシリーズ初優勝を飾り翌1999から2000年シーズンにはラリック杯で優勝スケートアメリカと NHK 杯で2位となり2度目の進出となったグランプリファイナルで2位となる地元フランスのニースで行われた2000年世界選手権では ショートプログラムで4位となったもののフリースケーティングで逆転し、総合3位となり、フランス選手としては1932年のアンドレ・ブリュネピエール・ブリュネ以来68年ぶりのメダルを獲得した。しかし、翌2001年世界選手権は途中棄権し、ソルトレークシティオリンピック出場枠を得ることができなかった。2001から2002年シーズン、オリンピック予選会に指定された。 ゴールデンスピンで優勝し、ソルトレークシティオリンピック出場枠を獲得。2002年欧州選手権では、自己最高位の2位となる。メダルが期待されたソルトレークシティオリンピックであったが、オリンピック直前に、アビトボルがアキレス腱を断裂し、欠場。2002から2003年シーズンをもって引退。2020年1月に、自伝、ウンシロングサイレンスを出版し、 10代だった1990年から1992年まで、コーチのジルベイヤーから性的虐待を受けていたことを告発した。ありがとうございます。